フィルムが最初から貼ってあります。で貼らなくていいっていうのは非常にね僕はいいなと。なんと 7.5mm というですね十分薄いボディになっていて。こんにちは、戸田悟です。今回はですねテックラスト T50 という最新の Android タブレット、しかも格安なモデルを紹介したいと思います。iPad 手が出ないよっていう方はですね結構注目です。もちろんね予算の限られる方でも綺麗な画質でね Android タブレットが使えますよということで詳しく紹介していきましょう。はい、今回はたまに登場してますテックラストのタブレットを紹介したいんですね。でこれですねスーパーフラッグシップモデルというですねテックラスト T50 という製品なんですけど、テックラストさん新製品が出るといつも送っていただいてるんですが、今回も送って提供していただきました。はい、ただね案件ではないので点数つけていきたいと もちろん思います。はい、で画面見ていただけるとちょっと大きいと思うんですが、一回り大きな11インチ、このディスプレイが最大の特徴ですね。はい、で352との明るさで、はい、なんとですね解像度が 2000×1200 ドットという形になってます。はい、でちょっと画質を見てみましょうか。ウェブページを見てる感じでの画質はもう十分ですよね。はい、でちょっとこれだとね、縦が狭いような感じするかもしれませんが、タブレットなんでもちろん、縦置きもできますよね。そうするとこれ PC 画面で表示できますから、もう非常に見やすいですよね。画質明るさもいいですし画質もいい。はい、で輝度はですね、はい、今マックスになってますね。はい、350ニットということで、はい、であとですね、サンプリングレートは 120Hz になってます。さらにですねこのディスプレイの縁の細さも結構良くてですね、これだけ縁が細いと格安なタブレットとは思えないですよね。見た感じは非常にいい感じですよね。でちなみに後ろはこんなになってます。はい、金属質のボディで、ここはねこれね、アンテナの部分だと思いますが、ここだけ樹脂になってまして、あとは金属ですよね。で、ガンメタですね、濃いグレーで、まあ、とっても高級感あっていいと思います。ちゃんと技的もねマークもあるので安心して使えると思います。はい、シンプルですけど高級なデザイン作りになってるので、安っぽさはぶっちゃけもう皆無です。でちょっと細かい話なんですけど、まあ、この辺よく見ると分かるんですが、フィルムが最初から貼ってあります。はい、これね僕なかなかいいと思っていて、タブレットにぴったり合うフィルム探すのも大変だし貼るのも大変じゃないですか。最初からフィルム貼っていてくれれば、万が一気がついても剥がしちゃえばいいですよね。そういう意味では自分で貼らなくていいっていうのは非常にね僕はいいなと、フィルムが貼ったのはいいなと思ってます。ただし画面は光沢でキラキラです。残念ながら、反射防止のコーティングもされてないと思います。はい、なのでちょっと映り込みがね気になります。はい、こちらの方がですね今この辺が映り込んでると思うんですけれども、まあ思い切り映ってますよね。はい、これはまあやむを得ないと思います。気になる方はこのフィルムを剥がして、ペーパーラックフィルムとか映り込み防止のフィルムを貼ればいいと思うんですが、ぴったりサイズあるかどうかちょっとそこはね調べてください。はい、ボディはですね継ぎ目がなくて結構かっこいいんですけど、なんと 7.5mm というですね十分薄いボディになっていて、手に持っていてもね結構薄さが気持ちいいです。はい、それでは重量を測ってみましょう。はい、528g ですね。まあはい、妥当、軽いとは言いませんね。まあまあ妥当な重量かなと思います。はい、カタログ値では 510g となっているので、ちょっとカタログ値より重いんですが、これフィルムの分が入ってるんじゃないかなと思うんですよね。つまりカタログ値ではフィルムの分は入ってないんじゃないかと思います。それではですねベンチマークを計測してみたので、気になるね、スペックを紹介していきますね。はい、はい、いつものようにギークベンチで、計測をしました。はいはいはい、シングルコアが377、マルチコアが1179ですね。まあですねそうだな、中の下ぐらいっていう感じですかね、分かりやすく言っちゃうとね。そんなに高速ではありません。 CPU はユニソックの T618 オクタコアという形になっています。 8GB の RAM と 128GB のストレージということで、 RAM が8あるのは結構いいですよね。なのでまあいろいろな用途、ここにね 7.35 ってなってますからね、メモリーインフォメーション 7.35 ってなってますから 8GB ですよね。はい、チップもですねここに T618ユニソックと出てますよね。はい、でこれねラムが8あるので、結構ですねいろんなアプリをタブレットなんでね同時に利用しても快適に使えると思います。はい、高性能というわけではないですが、中の下ぐらいで十分な性能だというふうに思います。はい、4G のデュアルシムに対応しています。まあ見ていただければ分かるんですけれども、マイクロ SD カードも使えるようになってます。はい、
最大 1TB になります。はい、でですね、これ僕ちょっと使ってみてるんですけど、バッテリーかなり持つんですよ。なんと 7500mAh もあります。はい、ただね、ちょっと残念なのがこのね、付属の充電器が 18W で 18W の急速充電対応なんですよね。はい、まあ 7500mAh もあったらやっぱり 45W ぐらいはつけてほしかったなというふうに、まあ、ちょっと思いました。ではですね、ちょっと付属の充電器とケーブルでちょっと充電してみますね。はい、ちょっとね、計測してみようかなと思うんですよ。はい、4.86V の 2.5A ぐらいですね。今バッテリーが8割ぐらいあるので、まあこんなもんだと思うんです。お、 8.95 の 1.68 ですね。まあどちらにしろこんなもんで 18W ですね、だと思います。ちょっと淡い期待を抱きつつ、ちょっとね、パワーデリバリー対応の 65W の充電器で充電してみますね。はい、65W の充電器で充電してもやっぱり変わりません。当たり前ですよね。カタログ値通りということで、まあ 18W の急速充電ということになります。待っているとやっぱり 8.8V の 1.5 いくつアンペアになってきましたけれども、これもさっきと同じですね。ちょっと待っているとこう変わってきましたけど、まあ結局でも 18W 最大っていうのは変わらないと思います。はい、それではいつものように僕のセカンドチャンネルのオープニングでちょっとですね、サウンドをチェックしていきたいと思います。はい、僕がつけてるピンマイク越しに聞いていただくことになるので、まあ評価のコメントを中心に参考にしてください。でちなみにスピーカーは4つ搭載しています。はい、スイート4という名前のスピーカーですね。上下と左右に4つですね。 1,2,3,4 と4つついてます。こんにちは、戸田さとるです。今回ですね、ちょっとスキップ倍速の時代で失われるもの、音量は十分なんですけど音質はちょっとカサカサした感じ、どう？そうですね、はい、もうちょっと割れる感じがするかな。まあ、薄型のタブレットなのでしょうがないといえばしょうがないんですが、まあまあまあこんなもんでしょっていう感じです、ぶっちゃけね言って、ただもうちょっと割れない方がいいかなとは思いました。それではちょっと僕のチャンネルで画質を見ていただきたいんですけれども、はい、再生はフル HD になりますけど、まあ十分綺麗ですよね。文句ないぐらい綺麗に表示できます。これなら YouTube を見ていても楽しいと思います。はい、ただですね、ワイドバインはですね、セキュリティレベルが L3 なんですよ。はい、なので残念ながらネットフリとか、はい、プライムビデオとかを見ると画質はちょっとね落ちてしまうっていうのが、まあいわゆるこれ中華タブレットでは致し方ない部分ではあるんですけれども、そこはせっかくディスプレイが綺麗なのに残念な点ですね。ということでテックラスト T50 タブレット最上位モデルですね、レビューしてきました。価格はですね、動画を撮ってる時点の公式サイトで 39,800 円なんですが、まあ、Amazon で買うと実質どれぐらいになるかはちょっと皆さんね、動画をアップした時点の価格をチェックしていただきたいと思います。どうしてもね、編集のタイミングと Amazon の実売価格ズレがあるのでね、まあ、チェックしていただきたいと思うんですが、まあテックラストの製品としてはそんなに安い、激安感はないですが、4万円近いのでね。ただこの画質でほどほどの性能に LTE のね SIM が2枚入るっていうことを考えると、まあ妥当な価格かなというふうに思います。はい、ただ画質が良くても、まあ YouTube とか見るにはね、もうもちろん文句なしですけれども、ちょっとね、ワイドバインの関係、ワイドバインのセキュリティレベルがL3 なために高画質でコンテンツが楽しめないのが残念だなという部分もあって、今回僕は65点としました。はい、まあですね、ショッピングをタブレットのね大画面で楽しんだり、それから YouTube を見たりという用途であれば文句なし、ブラウザーを使っても快適。はい、ゲームもヘビーなものはちょっと重いですけれども、そんなにヘビーじゃないゲームだったら十分これで動くと思います。はい、で複数の処理をしても、メモリがね潤沢なので、はい、快適に利用できるはずです。以上、テックラストの T50 紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、さらにですね、メンバーシップもスタートしておりますので、応援よろしくお願いします。お待ちしております。またですね、クロームブックチャンネルもスタートしました。これ僕の3つ目のチャンネルなんですけれども、はい、こちらはですね、クロームブック入門、小学生、中学生からわかる、初めての方でもね、安心して見ていただくチャンネルとなっておりますので、ぜひぜひご覧ください。